はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソリッキー製造工場へようこそ。工場長のゆうです。さあ本日なんですが、これ視聴者さんからちょっといただいたあのコメントなんですが、リターンオブアンデッドというカードを使ってなんか面白い動きができるんじゃないですかっていう話をいただいたんですよね。で、このカードが何かっていうと N なんですけど、このカード。どういう効果を持ってるかというと、フィールドのアンデッド族モンスター一体を除外して、で、その後、そのコントローラーの、墓地からアンデッド族を何でも特殊召喚できるよっていう効果になっています。だから要はフリーチェーンでアンデッド除外できれば、フリーチェーンでアンデッドを特殊召喚できるっていう効果になってますね。で、これね、墓地回収ができるんです、実は。このカードが墓地に存在する場合に、除外されている自分のアンデッド族モンスターをデッキに戻すことによって、このカードを自分のフィールド上にセットできるよと。で、セットしたこのカードはフィードが反対で除外されるよっていう効果なんですけど、これ、要は墓地肥やしでこれ落ちても、アンデッド族除外されていれば、これセットして回収できるんで、まあ実質、アンデッド族、フィード上のモンスターを全部アンデッド族にできれば、もう何でもモンスター蘇生できるみたいなもんなんですよね。墓地から回収できるトラップであり、かつ。だから、今日はアンデッドワールドという最強のカードと、あとそれを貼れる、この、視界の番士、これを使って、除外ゾーンにアンデッドを用意し、さらに、フィールド上のモンスターと墓地のモンスターを全部アンデッドにします。すると何が起きるかっていうと、墓地に送られたリターンオブアンデッドを回収しつつ、フリーチェーンで墓地のモンスター何でも創生できるんですよ。墓地のモンスター何でも創生できるっていうコンボを使って、まあ何をやっていくかっていう話ですよね。はい。まあちょっとデッキレシピを見ていただいたら、まあ分かる方は分かるかと思いますが。はい。先行、100億妨害を構えつつ、相手の手札をすべて、ハンネスしていこうと思います。はい。対話を、拒否していきましょう。遊戯王を終わらせます。デュエル、スタンバイ。皆さんもね、なんかこういうなんかコンボ面白そうなんですけどみたいなの見つけたら、ぜひね、コメント欄にご記入いただければ、クソロッキー製造工場長が責任を持っていけるデッキは動画化していきたいという所存でございますので、よかったら皆さんもなんかそういうなんかおもろコンボみたいなの思いついたらぜひ教えてください。はい。まあ、要約すると、動画のネタが足りません。要約すると、月末になってくると動画のネタが足りなくなるっていうのがありますね。はい。診断が大体月初なんですけど、まあ、月初から動画作っていった場合、月末くらいでネタ切れるんですよ。その新パックだとね。まあちょっと他のね、温めていたネタとかを動画にするしかなくなるんで、ほんとなんか超面白コンボみたいなの思いついたら、ほんと DM でも、なんか Discord とかでも、なんかTwitter のリップとかでもなんでもいいんですけど、ちょっとほんとよかったら教えてください。はい。マジで。ということで、今回は視聴者さんからいただいた、ご意見を、まあありがたいご意見をね、参考にさせていただいて、デッキを構築させていただきましたので、こちらをかましていきたいと思います。はい。テアラメンツスクリームさん落ちて、さらにシェイレーンさんの効果も起動できるとかいう最強のムーブができます。シェイレーンはね、ちなみにね、回収したいんで、これでこうしまして、でレイのハートを出すじゃないですか。シェイはマジでね、回収するのがちゃんと強いんですよ。でこうして、でメタノイズの効果と、効果を使ってこれで回収するんじゃないですか、シェイレーンを。でシェイ効果発動、まあ、どうせね、融合はグリフがあるからできるんですよ。いくらでも。で、最強モンスター持ち送ると。神殿を守るの誰だよみたいな話はあるけどな。ああ、いいね、いいよ。いいよ。で、ライトラード、アージャフェリスさん出てくるでしょ。で、一旦ですね、ライトラード、セイント、ミネルバ、パイセン出していきますか。ミネルバ、パイセン出しまして、で、ミネルバ、パイセンの効果起動します。オーバーレイユニット1個使って、デッキ3枚墓地加え、あ、強いね、いいよ、非常に。ディモールといいね、ディモールといい。これはね、今起動しても意味ないか。ライトロードビーストウォルフさんが出てくるから、どうせ出てくるからあんま関係ない。で、光の援軍の効果を発動する前に一旦アテナミネリバパイセンを出しに行き、よミネリバ、ミネリバなんだ、熱いよなこれ。でミネリバの効果発動して、墓地を送るのは、デーモンと、これね、種族違わないといけないのでね、どっちでもいいか、アーチャーフェリスかなんかでいいかな。ドラグーン、まあ、あんま関係ないから、こっちにか。で、これで、ビーストウルフさんとデーモンの効果発動して、デーモンの効果で、アーチャーフェリスをもう一回蘇らせる。OK。で、特殊。で、さらにビーストウルフで特殊。で、まあ、デュガレス出し行ってドローを入れる。
でこれトリミカルマとかも落としてる。え、てかこれあれだな、リターバンデット引いちまってるな。リターバンデットね、引いちゃってるとまあ別に落とす必要、回収する必要ないんですけど、これ墓地にあると除外されてるアンデッドをデッキに返して回収できるんで、まあこれ墓地落ちても回収できるトラップカードなんですよ。結構強いですこれ。ネクロフェイスが墓地、デッキに返したりするときに使ってましたけど、あんな感じでネクロフェイスをデッキに返しながらこのカードをセットできますよっていうね、最強の効果を持ってます。だから相手のターンで普通に打てるってことですね。で、墓地に、送るのを、ビーストウォルフさんにして、でビーストウォルフさんの効果で特殊召喚されて、で、ライトロード、ドミニオンキュリオスパイセン出し行って、マリアリエンリオの墓地壊しできるからマジで強いよな。ライトロードって本当に最強だわ、このテーマ。マジでもう芝刈りいらないのすごくない？これ本当に芝刈りなしでさここまで回るのすごいよな。はい、ドミニオンキュリオスで送るで、ちょっと待って、レベル4のあれか、モンスターいないとバロネスが出ねえか。もうこれいいや、トリフェル落とすでしょ。で、援軍発動します。なんかレベル4出ねえかな、出ねえか。あでもこれで出るか。で、効果発、あもう使ったっけこれ、もう使いましたごめんなさい。でライトロードアテラミエルバさんの効果、まあ、ここでなんかワンチャンなんか出るだろう。でこれとこれとこれとなんか適当にこの辺除外して、はい、わーいけー、うわー、おシェイの効果一応使えるな。シェイの効果使って、まあ、ルルカロスちゃん出して、はい、ちょっとあれだな、あんま盤面が埋まりすぎてきたのやばいな盤面埋まりすぎ問題が発生してるな。ジアンデット行くか、ジアンデット行って、はい、でジアンデットの効果発動して、オーバーリミット1個使って、あのデッキなんだろうね、ラバゴ入ってんじゃん、絶対ラバゴあんじゃんこれ。相手誘発何も飛んでない、クシャトリラが相手何も誘発飛んでないの、絶対ラバゴ握ってるでしょこれ。ラバゴ絶対握ってるってこれ100億%。で、デストルドーの効果起動するでしょ。でここで、レベル3にして出して、3と7くっつけて10出して、はい、 OK、 いいよ今のところ非常にね、非常に綺麗に待ってるよ。 OK、 これね、あの手札のにラバゴがもし抱えられていてもね大丈夫なんですよこれ。はい、それをね見せていきたいと思います。とりあえず、適当に、まあ、なんか何でもいいんですけど、まあ、コストを7枚ほど除外しまして、白雪パイセン出すじゃないですか。はい、で、リンク先にマスカレーナ出しといて、はい、よいしょ。でもう一発出して、さすがにね、てかまあこれも制限カードになりましたんでね、まあこの動きが、まあ、そう簡単にできるかと言われると怪しくはなってきてはいるんですがはい、まあ、この動き見てもどう考えても、まあそれは制限カードとか、まあ、禁止カードだろみたいな動きしてるからなやってることやばいからな普通に考えて。でこれで、4素材アポロウーソ出して、まあ、多分ラバゴあるから余裕賞と多分相手持ってると思うんだよなこれ。なんか雰囲気、これだサレンダーしないのおかしくね、相手絶対おかしいと思うんだよな。で、やべ、ちょっと時間ね。ちょっと待ってね。戻すのは、アンネットワールドは戻した方がよくて、まあ、あとはエクストラデッキのカードなんか適当に戻しておいたらいいか。まあ、この辺を戻しておいたらな。はい。で、こうすると、アンワが、デッキに戻るんで、自分の墓地の、視界のバンシーの効果使うと、これ除外すると、デッキから、アンワ発動するよっていう効果って。で、これで、まあ、全員がアンデッド族に一応になりました。で、あ、フィールド墓地もね。で、本来であれば、これで除外した、視界のバンシーを、デッキに返して、リターンオブアンデッドを墓地からセットする動きがあるんだけど、もう今すでに引いてるんで、まあ、それができないと。まあ、それできないっていうか、まあ、しなくてもいいけど、やっぱ時間ない。急げ。で、レベル4のモンスター2体になるだろう。で、ランク4すんだろう。はい。はい、OK。ランクしました。で、カード1枚セットします。ちょっとマジで急げ。サリークマジで本当にみたいなこれ。で、効果起動します。素材供給します。
でさらに、プトリマイオスの効果発動して素材を3個使うことによってランクを1個アップするので、最強モンスターのアーティファクトデュランダル出す。 OK、 多分ギリ間に合ってると思う。 OK、 ちょっとうるさいうるさいうるさい。でドローフェイズは黙ってほしい。ドローフェイズは1回全員黙って、本当に黙っていや使えるカード多すぎなんだよな使えるカードが多すぎんねん。でスタンバイフェイズ、まずドーハスーラの効果発動する。ドーハスーラが墓地から出てきて、アンワン発動家なので、まあ、結構いろんなカードが、無効化できる。でさらにアーティファクトドランダルの効果を発動。アーティファクトドランダルの効果によって、デッキにカード引き直すっていう効果で、さらにその効果に遅延してリターワンデッドアンデッドモンスターを、除外することによって、自分の墓地からアンデッドを特殊召喚できる。これによってアンデッドとなっている使用最強モンスター神殿を守るものを特殊召喚。はい、あなたカード引きません。はい、対戦よろしくお願いします。デュエル3倍。対戦よろしくお願いします。デュエル3倍。7妨害を構えた上で前半でしました。はい、7妨害前半です。対戦、よろしくお願いします。いや、まあまあまあ、これはソーラーエクスチェンジが通るかどうかゲーミングになってくるな、基本的には。グラバースニッチだと何やべえ、これちょっと待って、やべえ、これ親子ムーブか、親子ムーブか、レベル3のモンスター2体っていう感じか、それとも、うわ、親顔だ、これ多分、これ多分親顔ムーブきた、悲願2体からゼンマイティはね、まあ、ソリティア、大好きおじさんたちの間では非常に有名な効果で、まあ親の顔より見たムーブと言われているので、親顔ムーブと言われてるんですけど、まあ、もうちょい親の顔よく見ろみたいな話あるけどな。ダランベルシアンでわけわからんカードサーチのやめろ、なんだこれマジでわからん、これ何このカード見たことねえの、倍倍ダメージなのこれ。自分のモンスターが破壊されたダメージ計算時に、その自分のモンスターはその戦闘量破壊され、あーへえ、その効戦闘で自分が戦闘ダメージを受けた時、相手はその数字の倍の効果ダメージを受ける。意味不明か、起きた、わけがわからん。倍倍ダメージ、要は戦闘ダメージを反射2倍にして返すっていうことか。理解理解理解。およそソリティアになんか使えそうなモンスターなんか死ぬほど出てきた。アクセスコード等からと、何アクセスコード等からと、なんかそのモンスターを出す意味は果たしてあるのかっていう話があるが、アクセスコード等から打点がさらに上がって5600。ブラックガーデンとかいうヤバすぎるカードが発動され、ブラックガーデンはモンスターが特殊化されるとトークンが出てくるという効果ですね。でブラガの効果で、コーディネラルが特殊召喚され、コーディネラルでなんかアクセスコードとかを送りつけようとしてきてるな相手多分これ。はい、でローズトークンが、特殊召喚されていく。でコーディネラルの効果で、アクセスコードトーカーがいただけて謎に、でトークンが相手の盤面に送りつけられていく。わからない、一体全然何がしたい。ベーサルローズシュートきた。これはローズドラゴン系蘇生みたいな効果でね。はいはい。あ、OK。で、ベーサルローズシュートの効果によって、レッドローズドラゴンが特殊召喚され、でさらにブラックガーデンの効果によってトークンが、生成され、で、ブラックガーデンの効果によってローズトークン2体破壊して、ロックスローズが特殊召喚できると。なるほど。レベル3のモンスター2体ってことこれ。レベル3のモンスター2体。あ、出た。バーニガーから中途コンディショナー。これは確かに攻撃しなきゃいけないみたいな効果だね。このカードがモンスターとして存在する限り、攻撃可能な相手モンスターは攻撃しなきゃいけない。うざすぎる。うわ、出た。メインフェーズ1スキップコンボ。メインフェーズ1スキップコンボ。妖刀滝光の効果によって、持ってきた燃え滝光で、滝光が発動されたためメインフェーズ1スキップ。で、セットカード確か倍々ダメージだよな。なんか戦闘した場合に、なんかダメージが倍になって感謝される。二王立ち。このターン美式しか殴れない。あ、そういうこと。これ俺5300でゼロを殴るってこと。スタンバイフェーズ、バトルフェーズ、いやだ行きたくない。俺バトルフェーズ、バトルフェーズ行きたくない。だって俺これ5300で、5600か、5600でさ、これゼロ殴んないといけないでしょ。そしたらさ、倍々ダメージ食らうんじゃないのこれ。ちょっとやめて殴りたくない殴りたくないやばい、いったいった、なんだよその謎コンボ、なんだよその謎コンボ、お前結構面白いな。